こんにちは、スパコです。今回は6月に目覚ましテレビで放送された成城石井の最高峰シリーズデシカのパスタソースランキングを紹介します。全部レトルトでも十分美味しいと思えるものばかりです。ではどうぞ。まず第3位がこちらです。洋食材のアラビアータです。こちらは食べるのは初めてで、パッケージからとっても美味しそうです。アラビアータとは唐辛子を効かせたトマトソースのことです。4種の具材が入っているということですが、揚げナス、赤ピーマン、グリーンオリーブ、角切りベーコンが入っています。お湯で温める場合は2分、電子レンジでは500ワットで1分温めます。今回使ったパスタは青の洞窟のリングイーネです。私がパスタが好きになったきっかけはリングイーネなんです。ちょっと太めの麺で、生麺に近いもちっと感があって美味しいです。食べたことない方ぜひリングイーネ試してみてください。そして成城石井のパスタソースなんですけど、ソースの量がたっぷり入っているので、しっかりパスタに絡んでくれるところもいいところです。とってもいい香りがしました。具材ですが、4種の具材と歌ってる割にはカットが小さめで少し心配でしたが、逆にその分パスタとは絡みやすくなっていて、全体的に満足感のあるパスタソースに仕上がっています。少し口の中がホカホカするような程よい辛さがありました。香辛料にクミンのような香りもあって、どことなくメキシカンの雰囲気も感じました。でもこれは食べに行かなくても満足できるレベルだと思います。めっちゃ美味しかったです。次は売り上げ第2位です。こちらゴルゴンゾーラ香る濃厚クワトロフォルマッジです。テレビや SNS で何度も紹介されているトップクラスの人気商品です。私も何回かリピートしていますが、家では作れない美味しさでランキングに入るのは納得です。あと今回は生ニョッキを買ってみました。こちら成城石井のレストランでも提供されているニョッキと同じだそうです。もちもち感が好きな方はニョッキも好きなんじゃないかなと思います。これでだいたい 2,3 人分くらいかなと思います。ニョッキを茹でる時のポイントなんですが、ニョッキは柔らかくて形が崩れやすいので、お湯が沸騰したら弱火にして、それからニョッキを加えます。なのでお湯はボコボコ沸騰させない方がいいと思います。茹で時間は約3分。こんな感じでニョッキが浮いてくるので、浮いてきたら出来上がりです。パスタソースはゴルゴンゾーラの香りがほんのりします。ただ食べるとそこまで癖はないんですが、青カビの影響か少し塩辛く感じる方もいらっしゃるかもしれません。パスタソースは塩気と青カビの風味が特徴のゴルゴンゾーラ、旨味が詰まったパルミジャーノレジャーノ、クリーミーなコクのマスカルポーネ、
独特の旨味を持つ羊乳で作ったペコリーノロマーノと個性の強いチーズが勢ぞろいです。この4つのチーズの複雑な旨味や風味が混ざっていてめちゃめちゃ濃厚です。もうこれ濃厚すぎるので他のソースと比べちゃうと他が薄く感じてしまうぐらい満足度が高いです。チーズ好きな方にぜひおすすめしたいパスタソースです。そして第1位はこちら、3種のキノコのクリームソース白トリュフ風味です。こちらは比較的新しいパスタなんですが、その中でも一番売れているそうです。これも食べたことがあるんですけど、さっきのチーズソースも美味しいんですが、これは濃厚な生クリームを使った王道のクリームソースといった感じで、これは万人受けしやすい間違いない美味しさです。これもソースがたっぷり入っていて、さっきのチーズソースに負けないくらい濃厚さとリッチさがあります。そして白トリュフの香りがふわっと香るのがいいんです。ちょっと太めのパスタに合わせるとソースがよく絡んでより美味しさを感じるんじゃないかなと思います。ちなみに今回はこのデルソーレの生パスタフェットチーネを使いました。これも成城石井で買いました。生パスタは高いんですが、やっぱりもちもち感がたまりません。ソースが麺によく絡んでいて相性がバッチリです。あと具材なんですが、大きくはないですが比較的量が入っていました。生クリームの濃厚さと白トリュフの香りがやみつきになる味です。そしてこれもレストランに行かなくても家で気軽に本気で美味しいパスタが食べられるソースだと思います。正直さっきのこの売上ランキングで紹介した1位2位3位はあまり変わらないレベルで美味しいなと私は思います。こちらが第4位にランクインした成城石井デシカの特製ボロネーゼです。これは食べたことがないんですけど、和風っていうところがポイントだそうです。そして第5位はこちら、生クリーム仕立ての贅沢濃厚ウニソースです。こちら食べたことがあるんですが、これも美味しかったです。ただやっぱりウニはちょっとレトルト感は否めないかなという感じでした。ちなみに最後紹介するのはランキングに入っていなかったんですが、個人的に美味しくて気に入っているソースがこちらなんです。魚介の旨味と香味野菜のトマト煮込みソースです。これ魚介の旨味がすごいんです。具材はほぼ入っていないんですけど、具材が入っていたかのような美味しさなんです。無理に具材を入れてソースの味がぼやけるくらいなら具材がない方がいいって思います。これ本当に魚介が好きな方は好きなんじゃないかなと思います。魚介を買って家で作るとお金と手間ってかかると思うんですけど、これも300円ぐらいでかなり美味しくお得にできちゃうので、これもおすすめのパスタソースです。はい、というわけで今回はこちらで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。